こんにちは、浩二さん。メッセージありがとうございます。いや、パソコンね、買いましたね。私もなんか思い出します。40でパソコンを Chromebook っていうね、定価で買っても、新品で買っても29,800円ぐらいの安いパソコンの、さらに中古をメルカリで14,000円で買って、で、そのパソコンでね、まあいろいろとアフィリエイトやったりとか、コピー&ペーストを覚えたりとかしたんですよね。で、確かにマウスがあった方が作業性はいいんで、パソコンにもトラックパッドって言って指でこうやるマウスみたいなのがあるじゃないですか。あれもね、使いこなせればいいんですけど、私の場合すぐにマウスを買って、マウスでその Chromebook っていう、パソコンをね、安いパソコンをいろいろ操りながら動画を編集したりアップロードしたりとかして、最初のビジネスを作り上げていったんですよね。思い出します。私が40歳の頃、2013年だったと思いますね。当時はまだスマホのアプリを作れる人が少なかったんで、スマホアプリを作っていきました。スマホアプリって言っても、あのスマホのね、アプリの中でも簡単なやつなんですよね。それが電子書籍アプリってやつで、これはすごく簡単だったんですよ。でもまあアプリはアプリなんでね、あのスマホアプリっていう名前で売り出していって、スマホアプリの作り方みたいな講義もやった覚えがあります。で、アフィリエイトもやっていってね、懐かしいですね。あの本当に一番最初に私のチャンネルを上げてくださってありがとうございます。そしてメッセージもくださいまして恐縮でございます。これから浩二さんの世界がまた広がることをね、私も応援させていただきます。それじゃあまたズームライブでご一緒しましょう。また動画編集楽しみに待ってます。ありがとうございました。